屋敷の中に立ち込める気配が不意に強くなった。最大の悪霊がやってくる。私の血に連なる者たち、より大きな力を得ようとするあまり、人の心をなくした者たち。今の彼らを動かしているのはけだもののような欲望と家だけだ。その卑しい妄想が私に向かって押し寄せてくる。そして異界への扉が開いた。膨大なエネルギーと知識が私の中に流れ込んできた。私に今まで欠けていた何かがぴったりと満たされた。いつも感じていた上は消え去り、私は完全なものとして今この場に立っていた。でもいつかまた同じ上に襲われ、力を欲した祖先同じ過ちを犯すことがないと誰に言えるだろうか。私はこの世界で正しい居場所を探さなければ。大丈夫、私は一人であって一人ではない。父と祖先たちの力と知恵が私を支えている。私は外の世界へ一歩を踏み出した。